はい、どうも。どうも、赤崎瀬尾。あれ、赤星さんがいないんですけども、はい、赤星さんがちょっと入院しまして急にね、はい、お腹が痛いと救急車の方で搬送されまして、大体夜中の12時ぐらいだったんですけども、まあなかなか深い時間にね、深い時間になったんですけども、胆石ができてしまったと、入院することは決定しました。はい、はい、命に別状があるとかではまあちょっと様子見ましょうみたいな、ないので、ラーメンとか関係なく日頃の不摂生が、まあなんせ不摂生だからね、なんせ不摂生、そうなんですよ、不摂生運動不足なんで、まあ編集とかもね家でできるし、家で基本的にゴロゴロしちゃうことがやっぱ多いから、あと大変色家なので、あ、そうだね、はい、これはラーメンに限らないです、これは限らず、もう日頃の行いが招いたと、はい、言われてました、病院の方々に、もう全てが蓄積したあれなんでね、はいはい、でその病院関係者の方も赤星マシマシ TV の存在ちょっと知って、めっちゃいじられてますまあね、問診でね日頃どういう生活してるかでやっぱ言わないとね、ダメだから、そりゃこうなるよねみたいな顔してましたあ、まあ、ということでちょっとね、ちょっとしばらくどんぐらいかまだ分かんないんですけども、なるほど、まあ短くても1週間は入院するみたいな、じゃあその間の動画はどうなるかちょっとまだ、そうですね、未定なんですけども、まあ上がらないか、もしかしたら撮ってあるストックがもしかしたら出るかもしれないけど、でも一緒にね声を取れないからね、そうですね、赤星となんか違う形にはなると思いますんで、はい、その辺をご了承ください、はい、ということで赤星不在ですが赤星マシマシ TV を、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。